誰だ。勝手に聞いてんじゃねえよ。けど、マジでよかった。そっか、さっき、じゃねえよ、違う。俺が作った曲だから、素敵なのは当たり前。だろ？うん、そのはずだ。名前？俺は、ハリア、ノシン。ハリア、コーノシン。通称、ハリーだ。じゃな。ハリーだからな！なあなあ。そう！な、ヒノのファッション通信簿見た？ほんまに？よかったー。流行り物に興味ありそうやったから、もしかしてと思ってん。そいでな、最後の方に出てきたリップの話覚えてへん？なんじゃらスマイルとかなんとか言うやつ。そう、それや。えらい簡単な名前や。悩んで損した気分やわ。そうやね、他のチャンネル見てた隙に。これいつ？発売いつな？よっしゃ、ナイス情報、誠にありがとう。友達になりたいなぁ思ってて。ほんなら今日はここで。リップをゲットするために今から対策練らなあかんねん。ああ、私は西本春日。あんたの分も買うてくるから明日ゆっくり話しような。ほんなら。うわ、お前、今、俺のほっぺに、キスしただろう。俺にそんなことできるなんて、そうそうねえんだからな。特にこの先。ラッキーだったな。将来絶対自慢できるぞ。じゃあな。おっす。なんだ？またチャンス狙ってんのか？いいぞ。でも今日は好き、見せねえかんな。あれは誰もがそう簡単にできるもんじゃねえって。ちゃんと、声でかいって。帰るぞ。何何？どないした？私になんか用？あ、マジで？うわー、めっちゃ嬉しい。ほんまに？あんたほんまにええ子やな。ありがとう。じゃーん、これ何やと思う？遊園地の招待券や。今度の日曜日一緒に行かへん？なあ、ええやろ？面白そうやろ？行こう行こう。まあそういう細かいことはとりあえずええやんか。よかったー。ほんなら今度の日曜日忘れんといて。たっぷり楽しもうな。心配したやんか、もう。ほらほら、はよはよ。な、お前、なんでここにいるんだ？ああ、そうか。おい、ちゃんと前見て歩けよ。
慌てて走り出したりして人にぶつかったりすんなよ。はい。お前こそ。あれ、それじゃ。いや、なんだ。君も来てたんだ。なかなかおもろいメンバーやろ。そういうことやから、今日は思いっきり楽しもうな。ほんなら、そろそろ中に入ろうか。皆さん、出発やで。はいはい、アンケートの時間やで。最初何乗る？わかった。ほな行こうか。あんた、ジェットコースター誰と乗るん？ほんなら、私は佐伯くんと乗るねんな。うん、わかった。今日のメインだ。ほら、さっさと行け。次はどこがええやろな。ああ、せやな。そうしよう。メリーゴーランドか。ロマンティックやな。あんた、誰と乗りたい？え、ああ、そうなん？じゃあ、私が佐伯くんと乗ればええねんな。マジで勘弁。ほんなら最後はあれに乗るしかないな。行こか。観覧車か。二人ずつの方が良さそうやな。あんた、誰と乗りたい？ほんなら、私は佐伯くんと乗ります。てっぺんから見る景色がいいんだよな。遊び方、面白いかもな。時間があったらまた集まろうぜ。今日は面白かった。じゃな。楽しかったね。じゃあ、僕はこれで。疲れた。今日、楽しそうやったな。そうやろな。いいな。ネイです。じゃあ毎週水曜日と金曜日に働きに来てもらえるかな。では、次回から来てください。君のシフトは毎週水曜日と金曜日だったね。よろしく頼むよ。よし、今日からか。ああ、客に聞かれてわかんねえことがないように勉強しろ、勉強。なんか用か？アス、今日は一人モードなんだよ、俺は。
一緒には帰れねえってこと。わかれよ。じゃあな。俺に比べたらまだまだだけどな。その調子で腕磨けよ。おはよう。早いね。そっか。やっぱり私年上に見えちゃう？隣のクラスなんだけどな。水島ひそか。ひそかは秘密の水って書きます。よろしくね。私、花瓶の水を取り替えようと思って、それで早く来たんだけど、あなたは？不思議ね。早起きすると新しい出会いが。今日の私の運勢なの。私たち、お友達になれそうかな。じゃあ、やっぱり星占いは当たったんだ。うん。じゃあ早速、一緒に窓開けよう。あっち行け。いいから行けって。アリア、誰がおしゃべりを許可した？こっちに来い。説教だ。お前のせいだかな。うるせえ、あっち行け。え？ああ、今帰り？私もやねん、偶然やな。喋りまくろ。はいよ、行こ行こ。なになに？え、お笑いとかかな。ドラマも結構見てるかな。昨日も見たで。ほら、主人公が交通事故で記憶喪失なるやつ。うん、どうせあの二人が実は兄弟やったいや、オチまで分かってんねんけどな。ついつい見てしまうね。なんとなく負けた気分になるけどな。あ、せや、最
近は時々音楽番組も見るようにしてるかな。うん、おもろい番組は何でも好きやな。じゃーん、これ何やと思う？遊園地の招待券や。今度の日曜日一緒に行かへん？なあ、ええやろ、面白そうやろ、行こう行こう。まあそういう細かいことはとりあえずええやんか。よかった。ほんなら今度の日曜日忘れんといてや。たっぷり楽しもな。心配したやんか、もう。ほらほら、はよはよ。遅れてくるなんて、いいご身分だな。今回はよしとしてやる。せっかく来たんだし、今日は楽しまなきゃな。はい。お前こそ。あれ、それじゃ。いや、なんだ。君も来てたんだ。なかなかおもろいメンバーやろ。そういうことやから、今日は思いっきり楽しもうな。ほんなら、そろそろ中に入ろうか。皆さん、出発やで。はいはい、アンケートの時間やで。最初何乗る？わかった、ほな行こっか。あんた、ジェットコースター誰と乗るん？ほんなら、私は佐伯くんと乗るねんな。うん、わかった。今日のメインだ。ほら、さっさと行け。次はどこがええやろな。ああ、せやな。そうしよう。メリーゴーランドか。ロマンティックやな。あんた、誰と乗りたい？え、ああ、そうなん？じゃあ、私が佐伯くんと乗ればええねんな。マジで勘弁。ほんなら最後はあれに乗るしかないな。行こか。はい、私は佐伯くんとやね。手に汗かいてきた。でもいいな、この緊張感。遊び方面白いかもな。時間があったらまた集まろうぜ。今日は面白かった。じゃあな。楽しかったね。じゃあ僕はこれで。疲れた。今日楽しそうやったな。そうやろな。いいな。あ、なんだよ。ああ、サンキュー。これ、俺が狙ってたやつ。すっげえな、お前。
嬉しいことしてくれんじゃんか。サンキュー。いらっしゃいませ。バーゲン中なので大変お買い得ですよ。いらっしゃいませ。ありがとうございました。メリクリ。いやあんた今日めちゃめちゃ可愛いやん。イケてんで、そのドレス。どうしたん急に色気づいちゃってもう。この。ええー、なぁ。私もそういうドレス欲しいなぁ。どこで買うたんか、今度ゆっくり教えてな。あ、まだみんなに挨拶せなあかんから、まだな。君にはこのプレゼントをあげよう。メリークリスマス。それ、俺が出したやつだ。ラッキーだな、お前。おお。お、いいな、これ。サンキュー。初詣行かね。じゃあ家まで迎えに行ってやっから、がっつり準備しとけ。よし行くぞ。お、礼儀正しいじゃん。おめでとうございます。ああ、正月っぽいな。晴れ着似合ってんじゃん。七五三見て。さてと、じゃあ行くか。うわあ、やっぱ人がすげえ。よし、ライブ会場だと思うことにする。満員のライブハウス、満員のライブハウス。その願い叶えて死んぜよう。あ、おみくじあるぞ。お前引く？俺も弾いてみようっと。なんか緊張しね。もう一回弾いてくる。すぐ戻ってくるから待ってろ。もう一回弾いて、それでもダメならまた弾いて。絶対諦めねえ。正月の行事、一つクリアだな。さーて、帰ってこたつで寝っかな。またな。だ
から大丈夫だって。だってそんなほっとかれへんやん。ああ、お前か。ん？こいつしつけんだよ。なんとか言ってやってくれ。そんな言い方せんでもええやん。そういうの余計なお世話っつんだ。覚えとけ。ハリーが最近喉を痛めてるって聞いたからネギジュース作ってあげてんやんか。ネギが喉にはいいってハリーが言うてたから。アホか。いくら喉にいいって言ったってあんなまずそうなもん飲めっかよ。ほんなら一口試してそれでもあかんかったら。まあもうやってらんねえ。あた任せた。もうちょっと匂うだけやろ。ああまずにクリームソーダ飲みたかったんだよな。付き合ってやらないでもない。どうすんだよ、行くのか。あ、こないだ頼めって言っといた雑誌の発注書どこだ。はあ、何やってんだよ。いつまでも新人気分でいるんじゃねえぞ。最近調子いいらしいな。成績上がったら俺にも教えろよ、勉強。そろそろ帰ろうや。今の時期って緊張してる人が多いような気せえへん？どうしても何も一大イベントマジかやんか。私は嫌やな。私はそんなん関係ないし。一般論や一般論。なんで私も緊張せなあかんねん。最近調子いいらしいな。成績上がったら俺にも教えろよ、勉強。
チョコ配りか。お、手作りかよ。うまくできてんじゃん、お前にしては。マジマジ、ありがとな。帰ってから来るわ。ん？ああ、今帰り？私もやねん。偶然やな。ああ、それな。お茶して喋りまくろう。はよ、行く行く。なになに？パフェ、ジャンボパフェ。しかもイチゴ、生クリームたっぷりなやつ。ちょっと聞いてくれる？パフェについてはうるさいねんで、私。下にシリアル入ってるやつあるやん。あれは邪道。ちゃんとフルーツとアイスクリームが入ってるのが理想的やね。わかる？あーかー、めっちゃ食べたくなってきたわ。今日家帰ってから作ろうかな。なかなか自分の理想通りのパフェが見つからへんかったら、作った方が早いやろ？今度、ごちそうしてるわ。遊びにおいで。ハッピーバースデー。はい、これプレゼント。大好きな友達の誕生日やもん。これくらい当たり前やって。ほら、あんたな。ボス、どうしたもこうしたもねえよ。今日お前、誕生日だろ。まあな。ほら、受け取れ。言っとくけど、これ買うのすっげえ恥ずかしかったんだからな。この俺にそこまでさせたんだから、ちゃんと大事にしろよ。じゃあな。今、ちょっといいか。今度の日曜日って、お前、空いてっか？商店街で買い物しね。はぁ、あ、ああ、悪い。ああ、ボス、これ、やる。チョコの俺、つか、いちいち聞くなよ、恥ずかしいやつ。じゃな。どうかしたか？帰れなくなるだろう。まあ、これくらいはな。じゃ、またな。今帰り？なあ、暇やったら一緒にお茶して帰らへん？ほんでな、その時私思わず突っ込んでもうて。何言うてんねんって。あれ、なんか唇ちょっと荒れてるみたいやで。私リップ持ってるから貸してあげるわ。カバンから勝手に取ってええで。そや、ちょっと家に遅なるって電話してくるわ。待っててな。全然ちゃうから。別に好きとかとちゃうから。お前やから。お姉ちゃん、いる？その、西本さんとなんかあった？この間、ケーキ買いに行ったら、
ケーキ焼け食いしてた。なんか前に会った時と違うんだよな。もしかして喧嘩した？俺が言うのもなんだけど、今まで通り一緒に遊んでれば仲直りできると思うんだ。あ、どうしたの？おね、他にも、え、へ。